浪人入って何やってきたのかね。で他文法は何？半分とか6割ぐらいしか正解できないから。とか解釈とか。めっちゃ使いやすいですよね。おお、なるほど。ほで始めました、おもちゃチャンネルです。さあ、今回はおばたの兄さんにおいでいただきまして。おばたや、どうも、おばたです。はい、2学期始まりましたが、まあ今んとこね、まあ順調に A 判定もね、出まして、人家ですけど出ましたが、今までのこの浪人入って何やってきたのかね、ちゃんと知らねえなと思ったので、はい、その辺のことをちょっと聞きたいなと思います。まずじゃあ英語からですけど、浪人して何やりましたか、英語は。最初はターゲットを使ってて、あ、ターゲット1900ね、はい、まあじゃあ鉄壁やろうってなったんですけど。鉄壁やろうになったの？ああ、何、その現役時代にもターゲットやってたからってこと？そう、もう覚えちゃってるから、変えちゃっていいでしょみたいな。なるほどね。まあでも思った以上にちょっと長文の感覚っていうのが戻ってなかったので、うん、単語やってる場合じゃねえと思って。単語やってる場合じゃねえなんかまあ解釈とか長文の音読に時間使った方がいいなと思って。単語帳をやめたってことですね。鉄壁じゃなくて、からまたターゲットに戻して。ああ、ターゲットに戻したんだ、うんうん、そっから逆転英単語にちょっと今変えてやってるって感じですね。ああ、逆転英単語は伊勢さんですね。そう。あ、今持ってるの？あ、持ってます持ってます。めっちゃ使いやすいんですよ、ほんとこれ。ああ、これね、うん、宣伝とかじゃないですよ、もう。あ、なるほど。それ伊勢さんのやつになったということですね。逆転英単語使いやすかったと。めっちゃ使いやすいです、はい。なんで使いやすいの？印、一言コメントってやつが、その熟語とかも書いてくれてたりとか、うん、これ目的語人なんだよみたいな、そういうさりげないことを書いてくれてるのが、なるほど、そう、結構使える。一言解説がいいってことですね。なるほどなるほど。あと単語の意味の場所に余計な場所が書かれてないから、とても使いやすかったっていうのがありますね。何単語の意味を書いてる場所に、まあ、余計なことが書かれてないで、右側に書いてくれてるから、なるほど、ね、すごいもう意味を覚えることに専念できるから。なるほどなるほど。そういうデザインの面っていうのもあるということですね。はい、逆転英単語2000と。で他文法は何やりました？文法は英文法ポラリスの1と2をやって、はい、1回テストやりましたね、はい、はい、でまあそこから今はクロポラの単元別じゃなくて、あ、そう、関先生が出してる、まあ、クロポラリスの3をやってますね、うん、3に行ってんだもん、1、2じゃなくて、まあ3からでいいってことなんですかね、多分。なるほど。もう最上級で一番難しいやつでしょ。そうやってるわけですね今。ポラリスの3じゃなくて黒い方の3に行ったんですね。なるほど。そうですね。どうですか出来は。いや、半分とか6割ぐらいしか正解できないから、うん、結構薄いなと思って、ね、それはそう、最難関だもん。だってまだ文法の力そんなに高いわけでもないからそれでやったらそれはそうでしょうね、うん、結構大変だとは思いますよ。で他解釈とか。そうですね、解釈はまあ最初に奇跡先生の世界一上がれ成分読解をまずやってから、うんうんうん、まあ、現役の時にも使ってたんで、でそれでまあ基礎100をやって、そこからは研ぎ先生っていう、まあ実況中継の、はい、長文の実況中継を出している方の解釈の、うん、ブラッシュアップノートってやつを。ああ、ブラッシュアップ2冊やってます。あ、まだやってる途中。ああ、そうですね。おお、なるほど。どうですかやってみて。めっちゃ使いやすいです、本当に。おお、なるほど。それを今やってると。で、長文は？長文は、まあ、ルールズの、まあ、1と2と3をやって、うん、まあ、最後、ポラリスの3って感じですね。あ、もうじゃあもう積み上げてって言って、ポラリス3はまだ今やってる。昨日終わりました。昨日終わった。おお。その後はどうするの？もう過去問に行くってこと？おそらく過去問とか壮大プレイとかだと思います。なるほどね。そういう風に行くということですね。じゃあ長文。他やってるのありますか？英語は。あ、熟語帳、システム英熟語やってますね。はい、はい、システム英熟語ね。はいはい、そちらをやって進めてるって感じですね。おお、順調ですか？じゃあ英語は。まあちょっと伸び悩みはありますけど、まあ。そうなんだ。そうですね、早稲田とかレベルになるとやっぱりその半分とか6割いったあたりからだんだんとどうやって取んのみたいな感じになりますので、うんうんね、レベルが違うんでね本当に。え、早稲号のやつも入った？総大の授業は。あ、結構入ってます。英語のやつ夏期講習も受けてます。ああ、夏期講習ね。まあ夏期講習は慶応の問題とかも入ってたよね。そうですね。はいよいよ早稲田の問題といってレベルが全然違って、うん、ケチョンケチョンにコテンパンにされてると思いますけどあれができるようにならないといけないですからね。そう、選択肢がいやらしい。そう本当に本当にめんどくさいですからなんであんなに難しくするんだっていうような問題なわけです。俺は言ってるもんね、これできなくていいとかって普通に言うもんね。そうですね、これは解けない
これはできなきゃダメっていう時にピクってなるでしょ解けてない最初の方はそうでしたね、うん、あそうなんだ。最近は結構間違いないのでそんな基礎問題は。おお、それは最初の方はうーってなったなんかもう全然なんか4割とか半分とかしか取れなくて、はって。まあそういうもんですからね。序盤の方が優しい問題ですけどまあ伸びたということで、はいはい、よし、ではそんな感じでやってると。え、国語は何やりましたか。うん、何か言う、覚えてないの。あ、覚えてますよ、うん、いや、キーワード読解をまあ、うん、とりあえず買ってやり始めたのと、うん、なるほど。それ最初浪人の時。そう、もう今はもう 2,3 週ぐらいやったかなっていう、はいはい、で、船口先生の、うん、船口先生の何でしたっけ、最強の現代文、最強の現代文だったと思います多分。ゼロから読み解く最強の現代文、ね、をまあ緑色のやつと、うん、まあ青色の記述のやつも両方やって、おうおうおう、まあであとは授業で演習を積みながら、うん、でまた今問題集で全レベル別の4と5をやったって感じですね。全レベル別、レベル別5は今もやり途中って感じですね、うんうん、はい。じゃあそれが現代文。古文は、古文はそうですね、僕はちょっと伸びが本当一番悪かったので、うん、まあ、最初なんか全レベルの1からやらされて、うん、1、2ってやって、それでもちょっと点数がまだ伸びてないからおかしいってなって、うん、じゃあとりあえずポラリスの2もをやってみてってなって、うん、そっからそうですね、まあ、ちょっとか、まあ、結構伸びたんですけど、うんうん、でそれで今、まあ、最後仕上げで4をやってますね。3はやらなかったの。3は飛ばしたみたいです。3飛ばして4飛ばしたみたいですって自分のことだからそうですね、はい、で単語帳とかは、単語帳は富井先生かな、うん、富井先生が出してるフォーミュラーを600を使ってますね、うんうん、文法とかは、文法はステップアップノートと あとその第2号も、ね、2冊いった、ステップアップノート1冊だ。いや1冊ですけど、うん、そのもう1個上になんかその、うん、ステップアップじゃないんですけどなんか難しいやつなんだっけ。まあいいや、分かれば送っといてはい、はい、で漢文はは早覚えと あと速度法、そうマーク基礎漢文ですね、うんうんうん、の2冊。そんな感じです、ね、なるほど。まあ漢文もう取れたからね、それでね、まあ模試ですけど、はい、でそれ終わって日本史はどうしたんですか。結局いろいろ言ってた日本史は、それがもう右往左往状態で、最終的にまあ最初オーブン社ノートってやつをやってねって感じで、うん、まあでもやめて、いろいろ簡単だから、いや合わない、レイアウト的になんか覚えられないなって思って、ね、ああなるほどね。それでまあ平さんにじゃあ、 あの神谷先生のなんていうの流れ使ってねって言われて、うん、でもそれもなんか、うん、僕にはちょっと合わなかったのでやめて、うん、で最後もう実況中継をもうやったって感じです。なるほどね。でもうそれでおしまい。いや、実況中継をやりながら、まあ、普通レベルトレーニングと、うん、まあ、あとは標準問題成功とやってる感じですね。それでもうバッチリですか。もともとできるからね、まあ、あとは知識の抜け漏れはちゃんとなくせばって感じですかね。じゃあもうあとは過去問やってる感じですか、うん、まあ、最後にスタサプも仕上げでやろうかな。なるほどね。はい、こんな感じで本さんやっていって今現状、まあ、模試の結果の動画出てますんで、ぜひそれ見てですね、参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。じゃあ引き続き頑張ってやってください。はい。はい、行きましょう。